はい、おはようございます。高田の桃源泉みかとです。おはようございます。というわけで、やってきました。大人気ゲーム。大人気ゲーム。忍者マスターズ。ハイスピード忍者バトルが。はい、ハイスピード忍者バトル。この時間になるとね、いつも新サムに奪われてるんで、実は人気あるということが見せられない。新サムよりも絶対これインカムいいと思いますよ。早い、はい、とにかく早いです。皆さん、はい、今日の試合はあっという間に終わります。はい、というわけでベスト8から一大進行で、はい、行きたいと思います。じゃあ忍マス大会始めます。クレジット入ってなかったね、ごめんね。あ、今日はそうですね、ハッチョさんあんま調子よくなさそうなんで、はい、じゃあゆっくり見ていきましょうか。はい、サスケとホーですけど、ワンピーガの人間さんとホー、クジャク王、こいつはガイルです。ガイル、そう、飛びの波動とソニックムーブとサーマソルトがどうも言ってる間に AQが速いハイスピード完走して、スピーガーがなんか98を普及しているヘッドさん、はい、がなんか24回殴ったら死んだ。そうですね、24回殴って AQ コンボみんな98やろうぜって言ってやるかよって話してる。おっと、このゲーム、この普及発普及おじさんは永久が本当にうまいんだよ。うまいですね、永久本当見せないですね。スピアのサスケというキャラクターはおさっぱに言うとどんな感じ。おさっぱに言うと、まあオールラウンドキャラですよね。波動と昇竜と主人公であって、あとまあ蹴りの突進技があって、でも永久がある。永久がある、これも万能だよ、万能っすね。まあ一応最強と言われている、あ、そうです、最強じゃないかと言われているキャラですね。この空中竜巻がすごい強いんですよね。空中で竜巻が来てるこのカット、そう、カットで蹴りが、このゲーム基本的に空中で軌道変更できる技って他のキャラ全然ないんですけど、こいつだけあるみたいな。あると、で、これガードからしてメリコードってことがまずないっすね。そうっすね。これはおっと妥協、このもうまい、おお、中段はガード、このゲーム全キャラ粘りで弱で中段が出せて、中段が出せます、ね、しゃがみで当たるとよろけるというとてもすごいシステムなので、しゃが割と悪いことしてないのに死ぬみたいな、あっという間だったね。完全勝利、なんかもうは98普及おじさん、ゲーム内容を説明する前に終わってしまうという。そうですね、じゃあ続いて手前で RS さんとエンテイさんお願いします。いや、早かったっすね。これやっぱりお金入れてやるって考えると本当に速さだよね。いやまあまあやってる方は気持ちいいんですよ。こういうのがないキャラが人権がない、あ、そうですね、キャラですね。あとちなみにこのゲームコンボを探そうと思った時、はい、そのコンボを探すとやっぱり最終的に動画にたどり着くんですけども、はい、たまに YouTube に上がってる変な動画見ちゃダメだよね。あ、ダメですね。制作家のヘロキチっていうやつなんですけども実際で使えるコンボは1個も載ってないです。なんであんなコンボ載ってたの。しょうがないじゃん。ネタコンボ、まあまあまあ、入るじゃん。すごい見応えはあるよ、ね、面白い。始まってますよ。ほら、この夏目っていうおっぱい大きい女キャラ。特徴、おっぱいが大きい。おっぱいが大きい、はい、おっぱいが大きくて服がエロい。あ、この小手すごいんですよね。あ、ガードポイント付きで中段っていう、ガードさせて有利だね。そうですね、ガードさせて有利ですね。ただコマンドが難しくて波動後ろ前なんですよね。ああ、波動後ろ前 C 限定だった。そうそう、 C 限定です。でもこれが普通に出せるんだと勝ち回りが。お、闇コンボかっこいい。死ぬ。このゲームまあ忍者コンボっていう、まあいわゆる連携というか、特定の決まったボタンをまあ順番通り押すとコンボがつながるみたいなシステムがあって、いわゆるあれですよ、ポリゴンゲー、3D ゲーみたいな。あ、そうね、決まったルートだけあるルートで技が出せる。で、ゲージがあるときに特定のつなぎからコマンドを入れるとゲージを使ってフィニッシュでものすごい減る技が出る。奥でボンさんとウルカさんお願いします。さあ
そう、でもあの決まったルートだから、そのルートは、そうそう、ルートを覚えないといけない。そうだからそのキャラごとにルートが全然違うんで、それが結構このゲームの敷居を上げてる部分だと思うんですけど、ルートのキャラもね、いい昇竜ですね。そう、あの昇竜無敵は短いんだけど発生が超早いっていう。ああ、じゃあ影飛びしにくいとか。いやでもあの飛び上に弱いんで、対地に強いんですよ。あの最初の手の部分が下向いてるから、対地には強いけど対空にはちょっと弱いみたいな。だから手上向く頃にはもう無敵切れてるんで、対空は早出しなんですよ。さあ、何の立ち回りは貧弱な方になっちゃうかな。そう、あの対空でだからそういう制圧するみたいなのはちょっと難しい。をめくって闇コンボ、これですね。このチェーンコンボから得点のループに行くとゲージを使ってのチョイスタムになる。チョイスタムになる。ルート捨てますね、さすがに。エンテさん、おめでとうございます。続いてワンピーガーでババさんとテクトさん、お願いします。これはランマル同キャラ。ランマル同キャラ。このゲームってデフォルトだと10キャラ。デフォルト10キャラです。で、隠しキャラ、コマンドで出てくる隠しキャラが2キャラいて、はい、このランマルっていうのがまああのボス、いわゆる副ボス、ボス、うん、サブボスみたいな。ただワーパーでいう孫悟空。孫悟空ですね。ただ強さはボスをはるかに超えてしまっているという。ダントツ強いと。そうですね。まあ準拠2位ぐらいのサスケに続いて強いじゃないかと。なんですか。さあ、あの隠しキャラ使うので出さなかったら事前にボムさんに頼みといてください。はい、ランマル同キャラですね。この男なのか女なのかわからない感じの。まああれだよね、いわゆるかっこいい系キャラ。かっこいい系ですね。こいつが、こいつもオールランドキャラですね。で、こいつがあの武器ありと武器なしでまるっきりキャラが変わる感じなんで。え、奥の方は無限の、はい、おめでとうございます。無限の、じゃあ奥で、このトーントークが結構高性能で、無限のコマンド技なんですけど、技を発射した後の硬直が一番短いと。あ、この昇竜が強いんですよね。素手中のみ出せるんですけど、この昇竜が非常に無敵がなくて発生が早い。硬直も短い。短いんですよね。反撃が難しいんですよね、ガードしても。無限の、さあ、そういう昇竜。さあ、結構このキャラは使い始めでも飛び道具昇竜でなんとかなるので、なかなかおすすめですね。武器持ってると勝利権が出せない。そう、武器持ってると勝利権が出せないけど、その代わり攻めが強くなるという利点がありますね。そうですね、あのターゲットコンボみたいなのが非常に強いので、まあ、でこのゲームの、まあ、全体システムの特徴として、あの、はい、素手の方が気絶値が高くて、武器ありだと気絶値が低い代わりに攻撃判定が大きめみたいな。そうそう、だからまあそもそもあの武器 BC 同様で武器出し武器しまいっていうのができて、自在に素手と武器ありに切り替えられるんですよね。キャラによってなんか構造ってあってね。そうですね、キャラによっては武器切り替えの時に攻撃判定を出しながら切り替えたりっていうキャラもいて、あとまあ開始時に武器ありで始まるキャラと武器なしで始まるキャラが2種類の違うキャラがいて、ウッゼンとか武器なしだもんね。武器なしですね。勝ったのはババさんです、おめでとうございます。じゃあ、手前で慎吾さんと、任マス公式大会覇者お願いします。来ました。奥でビブーさんとソリガシさんお願いします。来ましたね。これはもう実質決勝と言ってもいいかもしれない、クソのなすりつけ合いというか、慎吾さんがサスケで行く。皆さんこの試合多分ものすごい早いと思いますんで注意して見ておいてください。ワンピーガーが任マス公式大会覇者のおわみちゃん。あー、もうおわみ、なんか自分でおわみちゃんって言ってさあ、まあ、アイドル人生が終わってんで別にさあ、これ、おお、この肘当たるとゲーム終わります。さあ、で、このカスミテキャラは大体どんなキャラなんですか。カスミテキャラ、あー、これ死にます。はいはい、ピヨって、これは、あー、さすがにやらない1ラウンド目は ね、 そうですね。選手は3回やって、まあ本当解説する間もなく終わってしまうので、ま
まあ簡単に分かりますけど、コパンから、そう、コパンから、コパンから残影権がつながって、そこからコパンがつながるとか、ね、もうお分かりですね。ああ、わざわざ補正を切っていく。このゲームコンボ補正ないのに。かわいい。さあ隠しコマンドで今 よく見てください。網タイツです。あーかわいい。はい、公式対試合覇者さんの勝利。はい、おめでとうございます。手前でボムとエンテさんお願いします。勝負、多分見た技がコマンド、波動ピーク、波動と、あとジャンプ D、 あと空中投げ、あと中段いけんか、あ中段中段、あの変なローキックなんですけど、あれが中段っていう。すごい分かりやすいけど、いい加減にしろみたいな。勝負。あ、奥田ビブルさんおめでとうございます。開始。じゃあ奥で、ナルくんとナルサさんお願いします。やってまいりました。ボムコーラスさんですね。このおじいちゃん使ってるのがボムコーラスさん。このおじいちゃん、まあ結構テクニカルなキャラなんですけど、おっと、さあこのおじいちゃん一応ワンチャン気絶コンボがあるので、一発気絶のコンボがあるのでワンチャンはありますね。まあただやっぱりジャンプ攻撃に通さないと、そうですね、この飛び道具が、まあ、あの相手を捕獲する、当たる相手を捕獲して、まあ追撃ができるっていう、これですね。まあよくあるそうです。そうですね。あれってなんか追撃できるの？いや、まあ単に時間が。あ、時間が長いだけ。そうそう。で、あとその追撃で当てた技の後がだから、その追撃可能時間が短いので、キャンセルで早い技じゃないと繋がらない。あ、そうだね。という短かったらあれだけでいけるやね。そう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 、そういう話。そう、こう言ってる間に1本目はエンディング。そうですね。さあ。じいちゃん、テンポってキャラって武器持ってるどうなんですか？武器持ってると、まあ、リーチが伸びて牽制力が上がるんですけど、その代わりあの気絶値が減るんで、あの一発ケースができなくなる。これがそう、素手だと火力の方に行きましたね。芸術だって調比で火力を取っていきましたね。素手だと一発で一発、そうですね。素手だと、あの調比の代わりに突進のあのサイコクラッシャーみたいな、はい、うまい。これ D ためで話すという、いわゆるターンパンチみたいな技で、一応無敵があるんですよね、出かかり。これは中段攻めますね。そうですね、立ち回り重視でいってたんですね。おっと、勝利をガードした。おっと、反撃が難しい。このゲーム昔のゲームなんで、あの勝利の着地コースが短いんですよね。意外と短いです、短いですね。地上の削りで反撃するのが結構難しい。さあこれ中段が厳しくて、マトリスクも厳しい。そうですね、右足技はやっぱり重要ですね。重要ですね。無敵技があるだけで全然違いますね。無敵以外で違いますか？そうそう、飛び毒対角空投げ。おお、うまい。空中投げはあの一部のキャラだけが持ってる。おいおい。でさあ昇竜ガードして、これは決まるか。かっこいい。おお、決めていく。画面端限定コンボ決めていく。決まったのはボム。じゃあ僕、はい、手前でケロッチと死にかけさんお願いします。じゃあ見せてきますね、本当に。でもまあボムさんメインキャラは信長なんですけれども、今日は天狗で。じゃあちょっと喋る覇者なんで、一応一言二言。はい、覇者です。はい、どうも覇者さん、こんにちは。こんばんは、こんにちは。覇者さんってこれ何年前だっけ、覇者になったの？え？ 2 年ぐらい前じゃない？2年ぐらい、うん、なんかあの DVD サントラに DVD つけるからって言って、そう、あの人末のサウンドトラックが発売になって、まあ記念大会やろうっていうので、その時優勝したのが覇者さん。そう、覇者さん。まあ名前はあんまり出さないようにしますけど、基本的に覇者さんの動画残ってるのかな、サントラ。いや、それがね、DVD 結局出なくて、見れない、見なかったんですよね。あ、終わってた。ワンピース。いや、まだ1本目ですね。はい、奥でウニカさんとモタルさんお願いします。ハサさんちょっと詳しいみたいなんで、はい、このウンゼンってどんな感じなんだろう。ウンゼンはあの素早いタックルと、あと近づいた後の下段中段から、はい、なんかいっぱい入って死ぬキャラですね。いっ
あーいっぱい入って、あー死んじゃった勝ったのは記録値でーす。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。じゃあ、もうベスト8なんです。もうかベスト4なんで、ありがとうございました。いきますか。手前で馬場さんと構成要素お願いします。地味にビタ目を過ごされました。楽しかった？楽しかったです。気持ちよかったです。よかったね、本当に。今の試合何秒くらいだったんだろう。実際10秒かける2かな。10秒かかってないか。1分かかってないよね。はい、結構ひどいよね。そう、本当にこの1試合1試合、その試合の間のインターバルも短いんだよね。短いっす。そう、短いっすよ。もういきなりコイン入れてバーンババーンって始まる。第1戦始めってしまったーみたいな感じになってるからね。ちょっと一服する暇もない感じなんで。ああ、これランマルドキャラ。ランマルドキャラいいね。勝負ダイバーランマルドキャラ。はい、ランマルドキャラ。あ、こんばんは、ボムです。これは、スネタイ、スネタイ武器あり無限ロス。今そうですね、ランマルランマル、ランマル多いですね。ランマルは、まあ、使いやすいですからね。使いやすいですからね。あと、かっこいい。確かにこのゲームで元気ない、本当に侍っぽいから。あー、確かに。でも、侍じゃないからね。まあ、忍者だね。忍者マスター。おーっと、これはかくってるのかな。こいつはまあジャンプはふわりなんだけど、ジャンプ攻撃が全体的にどれも強いんで、あのジャンプヒート、ジャンプ強化が本当に強いです。強いですね。で、この方が強いですよね。何気ない浴びせ切りが全部中断なんですね。しゃがんでるとあのよろけて、そこからコンボが入る。これ中断です。中断です。もう見た目通り下段無敵ですよね。一応あれ難しいけど永久なんですよね。そうですね。あのコンボで毎回あの武器ありと武器なしが交互に切り替わるんですけど、武器ありの時に前 B から立ち絵の目押しなんですよ。そうですね、武器ありの目押しがビタビタですっていう話ですね。それさえ抜ければ、一回抜ければ死ぬ感じですよね。そうですね、うん。あ、じゃあ次は微分さんとニンマス公式大会ハーシャー。親子対決ですね、これね。あ、なるほど。親子対決。親子対決。さあ、カムイ対カスミ。お、これカムイは動画初ですね。そうですね。こいつはもうガチ、まあ、ガチ稼働しよう。そうですね、ストリートファイターですね、いわゆるね。こいつはだからなんか A 級とかすごいコンボがなくて、うん、かなり今立ち回りが強いよ。そうですね、コンボ道具がね、非常に強いんですよね。そうですね、3ヒットして3ヒットして気絶値が高くて、まあ離れて出せば割と安定して出せる。おーっとミスっているが、さあ、武装側が金を差し出してますね。さあ、リブンさんから札が差し出されましたが、拒否。さあ、つつがなく大変が始まってますが、対戦中に札、そうですね、札を筐体越しに出すっていうのはなかなかいい立ち回りですね。今、壊しからトムロムが入って、もうフィオリーチですね。で、これでキリッチが回復で非常に遅い。そう、回復は遅いので、もうあと踏んじゃうと、あー死んだ。これはどうかな。まだまだピヨットない。ただ本当に突然ピヨルので中断。さあ、これはかなり大幅に、ただあーあーっと補正切りに行ったところを勝負で勝る。補正切りというか、まあ補正ないんですけどね、このゲーム。あー、開幕レバーを触っただけで死んだ。あるよ、まだある。なんか色気を出すの。おっと、発動で無敵抜ける。このゲーム発動3ボタン以上同乗しで出るんですけど、同乗しがビタなので難しいですね。完全勝利。いやー、終わっちゃいましたね。いやー、終わっちゃいましたね。さすが覇者。次、ボムさんとナルさんかな。勝負。くだらないね。いやー、くだらなくなってんね、覇者。
いやあの覇者ってさ、そのゲーム普及しないとダメじゃん。仮面かなみたいな。こいつが優勝してさ、じゃあみんなニンバスやろうぜとか、リボエやろうぜって言われてもさ、やんないよね。本当やんない。頭おかしくなれると思うよね。第1戦、大丈夫。開始。大丈夫。さあ始まってます。おっと。ワンギャラなる。ワンギャラで、ほう。ボそれがおじいちゃん。これもこいつ吹き荒れ戦うんだ。そうですね。さあこのやっぱりなんだかんだソニックブームなのでトンドが優秀ですね。サマーもまあ優秀。サマーもこれめくりでも強い。めくりもそこそこ落ちます。ただまあ本当に飛び越えられてる感じだと疲れるんですけど、ただやっぱりしたためなので、でこのゲームあの中断が非常に多いんで、なかなか食べてる暇がなかったりするんですよね。そうなんですよ。あ、今のは思ってなんか裏に行きそうで表だったみたいな。相打ちから空投げ。はい。さあ天皇おじいちゃんが日本選手。後ろでシムが天才ディレクション。何が天才なのか全く分かんないですけどね。天才。あ、これはピオリか。はい、ピオリ。これピオリます。はい、ピオって。さあ忍者闇コンボですが、これはさすがに死なない。お前やりたいだけだな。これやりたいだけでしたね。ただ一応全キャラの中で一番威力高いんですよ、闇コンボ。感電処理だったのはボム、ボムさんですね。続いてゲロキチさんと、はい、ウニカさんお願いします。ボム喋るちょっと。第1戦開始。ケロキチさんとウニカさん、ウニカさん、サスケ対雲仙。まあこれはいい勝負ですね。そうですね。近寄ったら雲仙が強いけれども、立ち回りでサスケ圧倒的。そうですね。あと飛び落ちない。そうそう。ジャンプ D がダブラリで潰せないんですよね。辛いね。辛いね。なんか中断見ないでください。うん。そう辛いよね。でなんかあのタッチアップキックが下段なんですよね、この雲仙さんね。強いね。強いね。じゃんけんですから。触ったらじゃんけんですから。もう当たらない。大丈夫。あ、いいですね。強いね。あのターゲット、遠距離 C でタックルが出てるんだけど、ワンタッチ無理だもんね。そうだね。強いね。中段だね。あ、これなんだろうね、今ミスったね。あ、これ多分キュッタンじゃない？キュッタンね。あー、これは死なないね。でも終わっちゃったね。早かったね。ウニカさん、またこのゲーム遊んでください。はい、お願いします。はい、準決勝でレオくんと、ニンマスコース大会、覇者お願いします。はい、あ、じゃあちょっと戦う前に、あー、そっか、あ、準決勝か。そう、次ボムさんとです。あ、そっか。うわー、死にたくない。うわー、死にたくない。運転無理。いやー、ピヨンちゃん死にたくない。さあ、おわみちゃんと、なんまる。かみまるさん。かみまるさん。かみみちゃんですよね。かみみちゃんとかみまるさん。かみまるさん。むしろあの、そのままでいいんじゃない、かすみでいいんじゃない。かす、あ、確かに。そう、かすみでいいんじゃない。そう。さあ、始まってますが。さあ、元気よく飛んでいく。元気がいい。元気がいい。あー、壊しから、あー、できない。絵面が悪い。あー、みたいなジャンプジャパン。そうですね、使う機会のないジャンプジャパンを見せて。第1戦開始。もうレオさん頑張って。どこまで煽る気になったみたいな。何も悪いことはしてない。ちょっと中断だと思って立っただけ。いやー、皆さんこのゲームやってください。レオさんまたお願いします。じゃあ、はい、じゃあ、はい、ボムとケロキチお願いします。僕はどっちとやるんでしょうかね。あの、皆さん聞きたいことあるけどさ、うん、このゲーム楽しい？超楽しい。楽しいだろうね。楽しい。コマンコスで演技やってるだけだもんね。いや、ちゃんと考えてるよ。何考えてるの？ B ボタン押すか A ボタン押すか。
ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またお願いします。さて、雲仙と天保、ちなみにどっちと戦いたい？どっちも嫌だ。どっちも嫌だ。どっちも嫌だ。あれ、なんか、残って、確定、はい、終わって、終わって、ボブさんが幸せそうな顔をしてる、楽しそう。開始。いや、このゲームあまりの出来事に食らった方もニッコリして終われるからいいと思うんですよね。82、カウント82、はい、決勝でーす。はい、何もしてないな。なんか感想ある？あ、ない、特にないね。特に、特にないかな。そうそうそう、お前お帰りで。あ、そうそうそう、あ、ありがとうございます。はい、うん、最初に飛ばれた時点で負けなんだよね、もうこれ、この組み合わせがね。2ラウンド目注意してたら開幕タックル食らったね。そう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 。そうそうそう、そんなもんですよ。いいゲームだなー、とても良かったね。勝負第1、もうこれはね、お互い当てたもん勝ちみたいな。そうですね。上から攻めていく。このバッタが厳しい。そうですね、あの D がちょっと下に長いからダブラリで落ちないんですよね。そうですね。ただ運転も近寄ればワンコンボで殺せるんで。そうですね。これで出なかった。あー、よくはどうした。最後に落として、これはダブラリで落ちない。あ、でもまだ全然、あ、後転を昨日好きに食らいましたね。このゲーム後転の最中に左判定が残ってる。そうなんですよね。もう起き上がるには後転するか、そのまま起きるしかないから、なんかな、まあ結局その無敵がないキャラクターをほとんど強制的にジャンプするからの2択を食らうしかないと。う、ね、うん、防御システムが弱いんですよね、このゲーム。ちょっと、あ、目押しミスる。あ、俺の時ミスんないのにね。これは、そしてレオタード日報で、さすが公式覇者が優勝です。おめでとうございます。カメラは映る？なんか喋る？喋りはするかな。喋りも早く終わらせとく。そうだね。あ、まあ、はい、じゃあ、まあ映らないですけども、優勝したニンマス公式大会覇者さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。まあ、とりあえずどうだった？まあ、普通でした。まあ、あの、コパンコースって A ボタン押して、コンボ決めたら、みんな死んでた。そうだね、うん、1回ミスったぐらい。そうだね、だからね、うん、このゲーム、どうなの？楽しいの？いや、楽しいと思うんですけどね。え、同キャラ戦の方が楽しい？同キャラ戦は地獄。地獄。まあ、今日はこれで終わりなんだけれども、はい、公式大会さんって、なんかこの後なんか出る予定とか。あと、いや、11月の予定何も知らないんで。あ、そう、まだ。あ、出てた。あ、もう発表されてんのか。なんか、面白そうなのがあったら来るかも。バトコロとかあるよ。バトコロ、うん、キムホタル。一言目でキムホタル。うん、練習してきます。はい、はい、じゃあ最後なんか一言あったらお願いします。皆さん、KOFMIA をよろしくお願いします。バカじゃないの。はい、優勝者ニンマス公式大会覇者さんでした。おめでとうございます。いや、早かったっすね。早いね。はい、あっという間でした。というわけで、予定出ました。はい、11月の予定が出て、はい、まあ、いろいろとあると。もうこれ、味方のツイッターにも上がってるんですか？上がってます、上がってます、上がってますよ。じゃあ、まあ、気になる人は味方のツイッターで確認して、出る大会あったらぜひ参加してください。はい、で、バトコロか、もしかすると、はい、キャラが出てないかもしれない。あ、隠しキャラが。一応つけっぱで、ギルティの何代目かの裏で放置してあるんだけど、はい、もしかすると出てるかも、出てないかも。あ、うん、厳しいところですね。あれって稼働時間でしたっけ？稼働時間。あ、なかなか厳しいですね。今、こう明日が、今日は13戦終わって、明日が14戦目でワールドヒローズパーフェクト、はい、隠しキャラって今回はネオデオと孫悟空は。ネオデオ課金じゃねえ？課金ですかね。課金じゃねえ。
まあ課金でちょっと出てくれる人がいるとまた楽しみが増えるんですけどね、ディオは課金だと思います。んまあ使いこなしてる人が少ないんで、悟空は通常キャラでいいんじゃねえかな。あ、通常はじゃあまた明日のワールドヒーローパーフェクトも皆さんお楽しみにということで、はい、じゃあ今日はミンマス大会以上になります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。